そう、5つ星コインこれゲットしたいのは。いや、これ。それ今日は、これ引いていきたいと思います。行きましょう。レッツゴー。で、ちなみに俺は、もうなんかね、iPhone 持ってから操作するんじゃなくて、iPhone 机に置いて操作しとる。なんでかって言ったら、なんかちょっとでも接触が悪くなったら、また下りそうやから。だから普段よりも操作性が悪くても許して、それは。もう一切動かさん。もう机の上のものには一切触れないスタイルで今日は妖怪をするけん。なんか、あれ？なんか今日操作性悪いなと思っても、なんかそれあんまり文句言わんといて。いきます。やるぞ。問題ないな。いきますね。さてと。やろうか。緊張の瞬間。毎回ね、これセーブさせられるよな。ってことは、そう、リスマルが不可能なわけよ。補助コインで妖怪を引き出せる回数は、一回のみ。行くしかねえ。俺はてかこれ、犬神っていう最重要人物をゲットすることができた。果たしてこの2回目、いいでどうなのか、わかりませんが、ついやってきたら、そりゃもうあっち、妖怪ウォッチバイブス激上がり。頼むぞ。キッズが全員黙り込むよな。とんでもない妖怪。行くよ。出てこいや。うわあ、記憶なっちゃった。リサバレできねえ。黒やんな。まず黒やんな。まず黒来いよ。コムドット、道を開けろと。ヤマト。星5。